アドリブでしたよね。アドリブでした。一番見えるとこに飾ってやっぱり映画の魅力といったらこうゲームの世界に入ってしまうということで、こうゲームに入った時の小麦、ユキ、そして他のプリキュアのフレンギー、リリアンの闘神とかがやっぱり 3D 立体になっているところが普段とは違う最も魅力的なところだなぁと思うので、ぜひちっちゃい体で二足歩行で一生懸命頑張る小麦とユキを応援してくれたらとっても嬉しいです。そうですね、本当にワンプリチームの皆さんのそれこそワンちゃん組とか猫ちゃん組のそれぞれの絆がもう本当に固く結ばれているんだなっていうのが見ていて、うわー愛って思ってそれぞれのチームの絆が本当に固いんですけれども、また形も違っていて、あー家族なんだなっていうほっこりした気持ちにさせていただきましたし、あの個人的に我が家にも鳥さんがいるので、うちの鳥さんだったらどんなことを喋るんだろうかなんて思いながら脚本を見させていただいておりました。こういったその秋映画っていうそのプリキュアにおける秋映画の時に、みんなそれぞれがどういうふうに問題にこう直面した時にへこむのか、どうやって立ち上がるのかとか、誰かのことを思い出すのかとか、そういうたくさんの選択肢一個一個がワンプリらしさ詰まっているので、そういうところをもう噛み締めてもらいたいなって思っちゃいます。なんか毎年みんなそれぞれの選択肢をみんなが自分たちで選んでいると感じているので、このワンプリたちの導き出すあのルートがめちゃめちゃワンプリです。あって言っちゃったすぐ思いつくんですよね、うん、あってなるけれども、うん、あってなるダメダメダメってなる。私は少し前に実は聞いていて、そのお方ですっていうのをだったらこういう感じなのかなって思っていたものとは違うものでした。さすがの引き出しですね。あ、こうなんだっていう驚きがありました。なんだよこんなに絶対使わないって危ない危ない、もう喋らせないでほしい暗いですけどそうですね、とてもいい声いい声です本当にいい声、うん、間違いない助けて助けて。そうですね、やっぱり私は思いをしっかり伝えたいというか、小麦はこういうことを思っていたんだなっていうのを、おばあちゃんになるまで一緒にいたいっていう気持ちを結構叫ぶところがあるんですけど、そこはもう自分の中でも一番のこうやっぱ気持ちの盛り上がりというか、ちょっと聞いているみんながじんと思ってくれるようなセリフにしたいなっていう自分の中で熱い気持ちがあったので、こう自分の中ではすごい大好きなセリフです。はい、ヒロプリチームが初めて先輩プリキュアになって久しぶりに登場というところで、本当にチームのメンバーみんなの名乗りのセリフがちょっとヒロプリチームとしては変わっていないんですけれども、でもやっぱり1年すごく彼女たちの成長したその先ということで、少し先輩らしく感じたんですよ、みんなのを聞いていて。なのでスカイがもう皆さんにそういう風に感じていただけたらなという風に思っていますし、助けに来た時のスカイのキッといったかっこいい笑みが私は本当に大好きなので、ぜひあの映画館の大画面でスカイのかっこよさを見ていただけたらなという風に思っています。映画の一番最後まですごいこう賑やかで可愛くて、あそこってみんなもアドリブでしたよね。アドリブでした。もう最後の、まあ、期
っとね、あの音響の調整とか入るとは思うんですけど、どこまで聞き取れるかなっていうところで、私も劇場のスピーカーであっちこっち聞くのがすごい楽しみで、で映像としてもこことここが絡んでるとか、こことここがみたいなところとかもあったりするので、もう最後はもう情報合戦です。みんな何を受け取れるか、もう耳をグワッと大きくして聞いていただきたい。はい、まあ、そうですね、私あの初代のお二方とこう舞台挨拶でご一緒させていただいたこともあり、そのプリキュアっていう長いシリーズは続いているけど、その私たちがやらせていただく魔法使いプリキュアっていうのはここの1年しかないし、あのスタッフさんたちもここで今あの新しくゼロから始めていく我々だから、あのシリーズではあるんだけど、あのもう自分たちのものだと思ってしっかりとあの自信持ってやっていいっていう、そのなんだろう、恐れ多すぎちゃうからプリキュアを背負ってるっていうんじゃなくて、魔法使いプリキュアをやっていいっていうのがすごく私はなんか肩の荷がいい意味でふっとこう力が抜けて、心の底からなんか満喫できるようになった感じ、ですね。そうですね、私もお手紙を実はいただいていたので、その中であの大変なこともいっぱいあるとは思うけれども、子供たちの笑顔にとても力をもらえる1年でした、楽しんでくださいっていう風に書かれていて、そっか、こうプレッシャーがやっぱり強かったですし、20周年というのもあってこう全部背負ってしまいそうになったんですけど、その中で下を見るだけじゃなくて前を向くと本当に観客の皆様の笑顔が目に入って、あ、こういうことだったんだなっていう風に思いましたし、その20周年を背負わなくていいよって本田さんから言っていただいて、大丈夫、あなたのシリーズを楽しめばいいからって私も言っていただいていたので、あ、はっ、そっかっていう、たくさんの先輩の方と同じライブに出させていただいた時にみんなに大丈夫って言ってもらえて、あ、プリキュアの大丈夫ってやっぱりこんなに力をもらえるんだと思ってだからこそあのヒロプリからのバトンタッチの時にチームとしてバトン渡したいと思って、私だけじゃなくみんなにお手紙お願いをしてチームとしてお手紙を出させていただいたという感じになりました。一番見えるところに飾ってるはぁ、成仏しました。ありました。もうなんかレイナ自身にはもうね、ずいぶん前からそのオーディションも本人が受けてるし、合格の知らせも来てるだろうから落ち着いていて、私の方が興奮が収まらなくてそうなんです。っていうのもまたその私はこの1年間魔法使いプリキュアというシリーズでとても素敵なあのプリキュアっていう体験をさせていただいて、でその時にもあのたくさんいるプリキュアの中でも朝比奈未来ちゃんが私の声を選んでくれたように、まゆちゃんがレイナの声を選んだっていうのがなんかついに出会ったのかっていうのがなんかもう嬉しくて、でその子がどんな子なんだってあのちょっとね一緒にお話を聞いたところ、猫を飼っているっていうところでレイナ本人と一緒 の、あの猫飼いさんっていうところがずっとずっとこの日を待ってたって私は思っちゃって、まゆちゃんと出会う日をなんか私も待ってたみたいな、なんかなんて言うんでしょうね、この感じ、出会ったっていう嬉しかったです。だからすごく待ってましたし、素敵なその心優しいまゆちゃんとなんかレイナが結ばれたのが幸せでした嬉しいですワンダフルプリキュアちゃんムービードキドキゲームの世界で大冒険はですね、あのゲームの世界に入ってしまって離れ離れになってしまう、たくさんのゲームをして相方のもとに行くぞっていう強い気持ちが、その絆っていうテーマがあるワンプリのあの一つのテーマになっていて、ゲームをしないと勝たないと助けることができないみたいな大変なことでも小麦みたいにちょっと楽しんじゃったりとかしてみたりで、ユキが得意なことは
ユキがやってくれたりとか、もちろん頑張らなきゃいけないけど、時には楽しんで、時には一緒にいる仲間に頼ったりするのも、なんか一つの大事なことじゃないですけど、そういうのを感じ取ってもらえたら嬉しいですし、そしてやっぱりね、こう先輩プリキュアさんも力を貸してくれて、一人じゃないんだよっていう、みんなで一緒になって苦難を乗り越えようっていう力強いメッセージが込められていると思うので、ぜひ映画を見て可愛いなとか思ってくださったら嬉しいんですけど、それよりもこう元気をもらって、また明日から周りの人をちょっと大切にして、大好きだよって目を見て言ってみたりして、なんかパワーをたくさんもらっていただけたらとっても嬉しいなと思います。